安徽町を仰せつかっております斉藤でございます。よろしくお願いいたします。今日は足元の悪い中を小松秀雄講演会新春の集いにご参加いただきましてありがとうございます。そして前鹿沼市長安倍和夫様、元県議会議長新井喜久夫様、並びに多くのご来賓の方々、そして講演会の皆様のご出席をいただきまして誠にありがとうございます。また日頃は小松秀雄講演会および小松議員に対しまして心温まるご指導ご鞭撻いただき誠にありがとうございます。ご案内状にも書いてありますように小松議員は14年間一貫してぬくもりと活力に満ちた町づくり、夢のある暮らしやすい鹿沼市づくりを目標に市民とのパイプ役に尽くされ、第36代鹿沼市議会議長職を昨年の9月まで2年間務めてまいりました。昨年の今頃は議長を4年間務めることを助言しておりましたが、今後の議員生命のことを考え、鹿沼市議会慣例の議長職2年ごとの交代を乱すことなく退くことが得策と思い決断をいたしました。元民主党だった市長が誕生してから議会内部の会派ではいろいろな会派ができ、お友達議会運営がなされています。将来の鹿沼市をどういう方向に向けていくのか、ビジョンが明確にされないまま姿勢が執行されています。神輿は軽くてパーがいいと宮崎県知事が言いました。まさにぴったりの言葉だなと思います。国政においても民主党が政権を担っておりますが、財政見直しをしたら野党自体の思惑と内容が違っていたと総理もこぼしたほどです。鹿沼市も佐藤市長が就任してみたら、あると思ったお金がないと漏らしました。収入金がないなら行政改革、すなわち内部の経費を縮める必要があると思います。ここで間違っているのは公共事業を減らすという手法であると思います。私の考えでは議員削減から始まり、市長執行部の給与、職員の報酬、すなわち内部経費を削減して行政からの発注事業を手厚くし、景気を後退させないことが必要かと思います。これについては小松議員も前から同じ考えを強く持って行動をしています。民主党は内部に手厚くの保護主義ですから、社会の不景気などは気にも留めないのだと思います。市議会の分裂は11もの会派誕生をもたらしました。小松議員は自民党クラブを立ち上げ、一人会派で頑張っております。その訳は、姿勢を本気に考えている人は小松議員一人しかいないという一言に尽きるのではないでしょうか。皆さんもそう思いませんか。今後も何も恐れることなく、持ち前の行動力で元気いっぱい思う存分頑張っていただき、鹿沼市を本当に活気ある鹿沼にしていただくことをお願いいたします。結びになりますが、今後も小松議員に相変わらぬご支援ご鞭撻をよろしくお願い申し上げますとともに、ご参加の皆様のご繁栄ご健康を記念いたしましてご挨拶とさせていただきます。本日はお忙しい中誠にありがとうございます。